はい、途中からね、蛍光コーンに行ってみましょうかね。じゃないやろね。ここ曲がってあるかな、この人。こんにちは。古墳回ったんですか。はい。古墳回ったんですか。古墳回ったんですか。あ、ここだけね。こう、並ぶ2番目ですけどね。そうですね。ずっと回れるんですか、これ。わかんないです。え？わかんないです。あ、すみません。ありがとう。わしもだいぶ回ったんやけどね。あの仁徳天皇陵からね、はい、大きなとこみんな回ってきたんやけど、ここがなんか奈良で2番目に大きいらしいんでね、来たんですけどね。どうもすみません。初めまして、ありがとうございます。じゃあちょっとここからね、回ってみますんでね。これやばい、これ、おお、いけるぞ、これ。これ、奈良、2番目と奈良でね。ずっと一周回れてるんやけどね。こちらの方が、公園墳の方ですね、これね。長さが300メートルぐらいあったかな、これ。一周すると、1キロ以上ありますからね。回れますかね。ちょっと行ってみましょう。中、堀見ないかね。おお、堀水溜まってるんですね、これ。これもおそらく二段掘りの可能性あるね。これは俺、大阪の掘りが大概で一段掘りだけどね、二段掘りの可能性ありますわ。ここは宮内庁のね、管理になってるということでね、景光天皇陵かな、の感覚だそうです。はあ、これね、どうも回れそうですよ、これ。これ、水がね、まんまと流れてますからね。亀もおりますよ。ちょっと回ってみましょう。一周で 1キロ以上なのかな、300メーター、200メーター、200メーターだったらね。それぐらいあると思います。しかし、二段掘りの可能性があるんですね。先ほどのところもね、3段も4段も掘りがね、なってるような感じだったけどね、今の上はどこ行くんやろな。こう回ってる言うておっしゃったんやけどね、回ってきやったんやろかね。ここね、はいはい、ありがとうございます。おお、松の大きな松が、AW のいい松がありますよ。ちょうどね、裏ですよ、これ。公園の方ですけどね、高さはさほどないですね、これね。あとね、木があるのでね、この水の湖面からですとね、10メーターちょっとあるかないかぐらいかな。で、堀がそこで終わってますから、その先に堀があるんであればね、二段堀ですわ。これみんな歩いてないな。これ綺麗にしてあるけど、歩いた、あの方がないんです。歩いた足方がないね。こんなやつ。やっぱりね、わからんな。氷は後で作った可能性もあるんでね。そこでせき止めとるいう言葉やね。なんだろうな、下に埃あるんかな。ただ おかげさんでこう綺麗な道がねできてるんでね。あ、やっぱり二段堀やわ。下にもやっぱり水叩いてますわね、間違いなく。ここは行かれんな。ここ行きましょうか。おお、ちょっと行けないな。なんかみんな歩いてるな、どういうことだ。なんかの道か、これ。人が歩いてるいうことがね、なんか道ですわ。ここ見上がれるのかな。おお、こうなってるんだ、これ。二段掘りですわ、これ。ね、
これはね、奈良で2軒目だよね。さっき来たとこそうやったね。これも宮内庁の管理だそうです。入らぬこと。はいはい、わかりました。ね、二段富士です、間違いなく。おかしいよこれ、二段富士にしても。あの向こうの堀があるんやけど、どういうことだこれ。ちょっとよくわかりませんわ。あっこで行ってみないとわからんな。この辺もまだ陰分の、陰分のことのことかな。おお、大きなバスが。おお、ちょっと、前見とかんと落ちるな。落ちますわ、前見とかんと。いやいやいや。足跡あるね。今誰か歩いてますさ。ていうか、これが縁組やから、ものすごい大きい縁組やけど、これ。ほんで、ほう、ちょっと待って、こうやって、まだなってんな。これはね、こう見たら三段になってますよ、これ三段。ね、三段堀ですよこれ。綺麗に見えるのはこれ初めてやな、三段堀が。今まで堀はね、あのこの辺分からんかったな。これでほら、これ三段堀ですよ。これ二段やろ。これもう一段堀ということは、どういう作り方してんだよこれ。ちょっとわしにはここ歩けないんかい。ちょっと今歩けないね。残念やな、ここ。蛇を追ったらかなわんのでね。ちょっと歩くのやめていきます。山になってるからね。あれ、冬やで歩きますわ、上ね、そこの上。ね、ここずっと歩ける。冬なら歩けんねんな、これ。こうなんですよ。ほら。これわからんな。これもほぼ丸くんか、これ。丸くは。こらちょっとよくわからんな、この形は。これ見る限りじゃわからない。